今日オープンしたのは新アフリカ館原野と森の家です。猿たちが快適に過ごせるように天井を高くして広い空間を取り、自然光も多く取り入れられるように設計されています。施設では時速50キロを超える速さで走るというパタスモンキーなど、アフリカに住む4種類の猿およそ10頭を展示します。訪れた人たちは愛嬌のある猿たちの姿を興味深そうに観察していました。足が速くてかっこよかった。知らない猿とかがいたからよか